どうも鳥の爪ダンソートです。いつも皆さん高評価やコメント本当にありがとうございます。めちゃめちゃ励みになってます。当チャンネルではこれまでリトルナイトメイに関する数々の考察動画や実況動画を投稿してきました。そしてつい先日シリーズ実況が完結したばかりのベリーリトルナイトメアなんですが、本編中にはたくさんの隠し要素びっくり箱がありましたよね。箱は全部で18個あったんですけども、実況中は取れる範囲で集めてきたので全てをご紹介することは残念ながらできませんでした。気になってた人も中には多いんじゃないでしょうか。ということで今回は全て18個回収してきました。考察なども交えつつ順番にご紹介していきましょう。ということでスタート。取り詰め。さあまずは1箇所目ですね。開始してすぐのところ、こちらは本編中にもご紹介しましたね。管理人の人形が出てくるびっくり箱でした。ちょっとデフォルメされた感じが可愛く見えますよね。さあ2つ目なんですけども、初めて人形職人と出会ったところですね。こちらの穴に入るとノームがいてびっくり箱が1つ、トイレットペーパーが乱雑に置かれてますけども、こちらのびっくり箱には漫画版で登場する少年が出てきます。考察動画の中でもちょこっと触れたことありましたが、今後この漫画版などとの関連があるのかどうかも要チェックっていうところですよね。さあそして3つ目、目によって石化されてしまうトラップがあったあたりのエリア、2階に行くと1つ穴が見つかります。こちらはノームが導いてくれてるので比較的見つけやすかったのではないでしょうか。さあそして箱を開けていきましょう。こちらにはヒルが入っていました。ちょっと余談なんですけども、ヒルが子供たちを襲う時のキュルキュルみたいな音あるじゃないですか。あれと似たものが各所で確認できたりするんですよね。このリトルナイトメアの世界に出てくる不気味な生物たちの鳴き声っていうところにも今後さらに注目していきたいところですね。さあガンガン参りましょう。樽の謎解きをしたあたりのエリア、2階に小さい穴があったのでそちらに入ってきます。さあここは割とシンプルな作り、ノームが音声に入ってて可愛いですけども、でここで出てくるのがシャドウですね。こちらも漫画版に登場するキャラクターなんですが、本編中にも絵画として登場してたりするんですよね。シックスをモーに送り届けたとされる人物です。さあ続いてのエリア、ノームと共に床下に降りたあたりですね。実はここにも暗くてよくわからないんですけども、穴がありました。さあそしてこちらではノームがキャンプのようなことをしています。大きいハサミを使って紙人形を作ったみたいですね。さあそして箱の中身は乗客でしたね。まあブクブクと太らされた富裕層っていう感じですよね。さあそして続いてのエリア、箱を開けるとノームがエレベーターのあたりに戻ります。こちらも実況中にもご紹介できたところですけども、段ボールの上に登っていくと穴が1つ。さあこちらには紙飛行機が大量に置かれています。リトルナイトメア1の中でもね、この紙飛行機が出てくるっていうのもポイントの1つです。びっくり箱の方開けていきましょう。さあここで出てくるのがミラーモンスターと言われるあのキャラクター、こちらも漫画版で登場するやつですね。顔の部分から邪悪な触手のようなものが伸びてるのが特徴です。さあ7つ目は大量の時計があったエリアですね。壁の一部が壊れており穴が開いていました。こちらには大量の本が置かれていましたね。さあ箱の中身を開けていきましょう。こちらも乗客ですね。マスクをしているようにも見えるっていうのがポイントですよね。やはりこの世界においてのマスクの重要性っていうのは今後も考察のキーになってきそうです。さあ8個目、8個目は不気味な倉庫の上にありました。こちらの箱にはティーカップをかぶった囚人服のようなものを着たキャラクターですね。まあこちらはシックスのスキンとして登場したものですね。さあそして9個目、ガンガンいきましょう。こちらのパイプを伝ったところ、渡って降りてしまうと回収ができなくなってしまうんですが、奥に進むと実は穴がありました。ゴミだらけのこの場所の箱には一体何が入っていたのか。こちらは DLC で登場するあの人魚ですね。
おばあちゃんの人形なんだよね、これね。当時 DLC の実況をしてた時、俺おじさんだと思ってたんですけど、おばさんだったんだよな。まあ余談ですけども、現実世界でもおじさんかおばさんかよくわかんないような人って結構よくいますよね。スーパーの駐車場の警備員さんっておじさんかおばさんかよくわかんない人いたりしません？さあ10個目参りましょう。こちらは気づきませんでしたね。ゴミが大量にあったエリア、奥に進むとびっくり箱が実はありました。こちらの箱にはコックが入ってましたね。さあ続いてのエリア、こちらはハンガーを使って開けるところですね。先に謎解きを攻略してしまうと開けられなくなってしまうので注意です。さあそして気球の絵が描かれていて、3人の子供がネストに来たのかもしれませんね。しかしノームになってしまった、そんなエピソードが垣間見えます。さあそして箱の中身には天狗が出てきましたね。こちらの天狗のお面に関しても6のスキンとして登場しました。さあそして続いてのエリアは洗濯機エリアで、バトラーを1回巻いた後ですね、1回引き返すと洗濯物が積み上がっていて上に登ることができるようになっています。そして中には鏡を見つめる女の子のノームかな。まあかつては少女だったんだろうけども、今は変わり果てた姿になってしまったと。さあそしてそんなびっくり箱にはレディーが入っていました。これもなんだかオツですよね、演出が。さあ続いてのエリア、こちら非常に気づきづらいんですが、パネルを踏むと若干音がするんですよね。そのまま押し続けることによって古時計がなんと開きます。さあそんな13番目という不気味な数字の箱には一体何が待ち受けているのか、開けていきましょう。こちらが別名ベルマンと呼ばれているボツキャラクターなんですよね。海外の方では通称ワックスベルマンと呼ばれているこちらのキャラクターなんですけども、考察をややこしくしているのが、このキャラクターが首を吊っているっていうところなんですよね。なぜこのキャラクターがボツになってしまったのかっていうところがある意味論点になっていくんじゃないかなと思います。シンマンを首吊り男に仕立て上げたわけですよね、制作サイドは。よって今後の物語を構成していく上で整合性が取れなくなってしまい、このワックスベルマンはカットされるボツキャラクターとなってしまったんじゃないかなって思ってるんですよね。つまり本来このキャラクターが持つはずだった属性みたいなものっていうのはシンマンに引き継がれてるんじゃないかなと個人的には考えていますね。ただキャラクターデザイン的にも非常に不気味で魅力的なので、まあこういったイースターエッグとして盛り込んだのかなという感じがしますね。さあ続いて14番目はノームがぴょんぴょんと跳ねていたベッドのあたりですね。こちらを壊して奥に進むと、レンガを使って上に登ることができるんですが、上には登らず右側のレンガから下に降ります。そうすると実は左下にちょっと暗くて分かりづらいんですが穴があったんですよね。そちらに入っていきましょう。さあそしてこちらにびっくり箱が一つ、ノームがねブランコしてたり可愛いな。こちらも6のスキンとして登場する狐の面みたいなやつですね。さあ続いてのエリア、例のノイズだらけのテレビを見てバトラーを回避するシーンのところの後ですね。床下に入って奥に進んでいくと、実は穴がありました。こちらには破棄されたゴミが大量に置いてありましたけども、こちらのびっくり箱には双子のコックの片割れ、もう一人の方が、入っていました。ちょっと余談なんですけども、コックも本来は三つ子の設定だったんですよね。ただ一人がカットされて双子のキャラクターとして登場したんですよね。さあ16番目は大量の絵が飾ってあったエリア、左の上までリフトを持っていくと実は穴がありました。ここもなんだか悲しげなんですけども、もともと子供だったんだろうなっていうノームが、5人ほどその場にいます。まるで家のように置かれているのが非常に不気味ですよね。でこちらの箱の中にはレディのアトリエで出てくる子供の幽霊みたいなキャラクターが登場します。
レディは能力によってノームに変えることもできるけども、死んでしまった子供の魂は怨念となってああいった邪悪なものになる可能性もあるってことですよね。ちょっとその辺の謎ってまだまだ深いですよね。さあ、そして17番目のエリア紹介していきましょう。プリテンダーが癇癪を起こしていたあたり、普通に行くと階段を降りてしまいたくなるんですけども、この辺の位置にいるときに階段裏を実はタップができるようになっています。階段裏まで回り込んでくれるんですよね。そしてその裏に入ると小部屋が一つ、こちらには破かれたプリテンダーの絵、そしてびっくり箱が一つ置いてあります。箱の方早速開けていきましょう。こちらはシックスのスキンとして登場するカカシの皮みたいのが手に入ります。このカカシも一体何の皮で作られてるのか非常に気になるところですよね。さあ、そしてラスト18個目ですね。プリテンダーに会う直前のシーン、あのはしごに降りてしまうとシーンが進んでしまうんですが、こちらの右側実は洞窟になっていました。こちらには不気味な鍵が一つ、そして最後のびっくり箱が待ち受けます。なんと中身は影のシックス、要はリトルナイトメア1のシックスが食事をしているシーンで登場するあの影ですよね。このシックスの影の正体は一体何なのか。これまでの考察動画の中でもお話ししてきたように、シックスには7つの大罪の暴食が司ると考えられます。またシックスの中にはケルベロスがいるんじゃないかという考察も、これまでの動画でお話ししてきましたけども、そのケルベロスが表に出ている間、もともと存在していたシックスが外に出されているのかもしれないですよね。まあ、こんなちょっとした隠し要素ですら考察がはかどってしょうがないので、めちゃめちゃリトルナイトメア2の発売本当に楽しみですよね。いやー、いよいよ近づいてきたなーっていう感じがします。もしこの動画を少しでも楽しんでくれたら、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。またリトルナイトメア2には予約特典があります。今ならまだ間に合うので、今のうちに予約しておくのがおすすめです。こちらも概要欄の方に詳細貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。またこういった考察動画や小ネタだけではなく、前作リトルナイトメア本編と DLC の実況、そしてこちらのベリーリトルナイトメアの実況もしています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもちろんリトルナイトメア2が発売された暁には実況動画も投稿したいと思ってますので、今後の更新など見逃さないためにもチャンネル登録してトリノツメ団に入団してみてくださいね。ということで今回はこの辺で、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。